サロス周期は太陽と地球と月の位置関係が相対的にほぼ同じような配置になる周期で1サロス周期は6585.3212日である単にサロスと呼ぶこともある1サロスごとにある日食または月食から1サロス後にはほぼ同じ条件の日食または月食が起こることから天文学発達以前は 歴学内し経験則的にこの性質によって人類は日食や月食が起こる日を予測してきた。サロス周期は遅くとも紀元前600年頃までにはバビロニアの人々によって知られていた。また、新アッシリア王国においてすでに知られていた可能性がある。後にヒッパルコスやプリニウス、クラウディオスプトレマイオスにも知られるようになったが、 サロスという名前では呼ばれていなかった。サロスという語はバビロニア時代において3600年という別の周期の呼び名として使われていたものだった。サロスを食の周期の名前として最初に使ったのはエドモンド・ハレーで1691年のことであった。ハレーは11世紀のビザンツ帝国のスーダ自転からこの語を取った。ハレーのこの誤りは百五十六年に フランスの天文学者、ギオムルジャンティによって指摘されたが、サロスという用語はそのまま使われ続けている。天文学的には、サロス周期は月と太陽の周期の倍数が同じになるために起こる。1サロスは以下の時間に等しい。蒸気の値は18年11日8時間にほぼ等しく、そのため日食や月食の状況も同じサロス周期に属する場合は、 非常に似たものとなるのである。1サロス周期は223作望月なので、ある1日を一番目とすると、そこから数えて223番目までの1日は皆、異なる周期に属する。224番目の1日は、1番目と同じ周期に入る。同時進行している223の周期のうち太陽、地球、月がうまく重なって、 日食や月食となるものは一部の系列しかない。その一部も、毎回少しずつ場所がずれていき、やがて食を起こさなくなる。その一方で、今まで食を作らなかった周期が新たな系列となって、食を起こすようになる。すなわち、日食の場合で見れば、あるサロスに属する日食は、最初に、北極地方で月の影がごくわずかに地球に接する、軽い部分食として始まる。 次第に月の影は地球に近づき、北極地方で中心色が見られるようになり、その後中心色体は徐々に軟化し、赤道を越えて南極地方に移動、最後に部分色となって終わる。そのような状態が繰り返し起こって進行するので、日色や月色の発生が途絶えることはない。日色のサロスの系列は、一つに月色が69から86回起こるまで持続する。 平均すると七十七回である。サロス系列の始まりと終わりは部分に日食で、系列の中ほどに約四十八回の回帰食、または金管食を含む。歴史時代に日食を起こしたサロス系列には、ゲオルグ・ファンデンベルグによって番号が付けられている。二千十一年七月一日より前には、百十七から百五十五までの番号を付けられた三十九本の系列が、 進行していた。2011年7月1日に156番の系列が南極近海の部分色として発生し、現在は40本の系列が進行している。2054年8月3日の同じく南極近海での部分色を最後に117番が消滅するまでは40本の系列が進行する。月色の場合、 現在は110から149番の40本の系列が進行しているが2013年5月25日に150番の系列が発生して41本となり2027年7月18日には110番が消滅して再び40本となる。月食のサロス系列は食が71から87回起こるまで持続する。平均すると日食の系列よりは 短く72回である。このうち40から58回が回帰食となる。回帰日食は連続したサロス周期番号がつく。そしてサロス周期によって求められる回帰日食は地球の南端から始まり、その範囲はサロス周期を重ねるごとに北側へと移る。1999年8月11日にヨーロッパを中心とする。 回帰日食が観測されたが、これとほぼ同じ条件の日食が1サロスを経た2017年8月21日に、北、アメリカにて観測された。さらに次のサロスでは2035年9月2日に、やはり似た状況で、日本の本州を横断する回帰日食が見られる。サロス周期には8時間という数が含まれているため、1サロス後の日食は、地球の位置、3時点分。 すなわち120度ににずれた位置で起こる。よって、上記のように2017年の日食は北、アメリカを中心とする地域で2035年では日本でというように食が起こる地域が移動する。また2009年7月22日の回帰日食は21世紀中に観測される日食のうち最も回帰継続時間が長いものであるが、 二番目に長い日食もこの日食の1サロス後2027年8月2日の日食であり、三番目に長い日食もさらに1サロス後の2045年8月12日の日食である。例えば21世紀中に観測される回帰日食のうち回帰継続時間が長いものは次の通り。表のうち、1、2、 3はいずれも136番のサロス系列で、中心の位置は各々北緯24.2度統計144.1度、北緯25.5度統計33.2度、北緯25.9度整形78.5度と1、サロスごとにほぼ120度ずつ西にずれていく。サロス周期は古代の天文学者によって発見され、計算法が簡単だったために広く使われていた。 唯一の問題は、1サロス後の食が約8時間遅れて起こることであった。よって、ある日食が見られた地域のほとんどの場所では、その1サロス後の日食は見ることが難しい。そこでより長い3サロス分の周期を、トリプルサロスあるいは、ギリシャ語で、イグゼリグモスと呼び、この周期がよく用いられた。1エクセリグモス後にはほぼ、同じ場所で食が見られることになる。 サロス周期よりも長期間の日食の予報に使えるものがイネックス周期である。これは358作望月が30.5食年とほとんど一致することから1571.9548日ごとに日食が起こることを示す。例えば2009年7月22日の回帰日食を考えると次回は2038年7月2日になる。ただし、 その時は、回帰日食ではなく、金管日食になる。イネックス周期には、以下のような特徴がある。ありがとうございます。